それではですね、今日もですね、YouTube 動画を撮っていきたいなと思うんですけども、皆さんですね、いきなりなんですけども、この、皆さんはですね、このフットボールの指導者ライセンスですね、は受講もしくは取得されたことありますかねというとかですね。で、まあ、そのライセンスの中でも、それこそね、様々な階級があるとは思うんですけども、この指導者ライセンスについてですね、まあ、最近ですね、特に僕自身がですね、日本の指導者の中で、まあ、実際に受講されて、もしくは現在進行形で受講されている方とかだとね、少し話を聞く機会、話す機会っていうのがある中で、いろいろ聞いているとですね、どうもこの日本のライセンスの受講の内容と、もしくはですね、向こうのスペインの、同じくライセンス受講ってありますけども、内容はですね、まあ、かなり違うといったことが分かってきましたということで、なんですね。で、そもそもでこのスペインでのライセンス受講っていうところでいくと、まあ、ある一定のそれこそね、期間が設定されていて、その期間において、本当にね、しっかりとした学校に通いながらライセンスをね、取得していくといった過程があるんですけども、まあ、いわゆるね、指導者学校なんか言いますよね、コーチングスクールだったりとか、そういった言い回しありますけども、まあ、そういったところが本当に、まあ、いろいろね、スペインの中にも州がありますけども、そういった同じ州の中にも、複数個存在しますというとかですね。で、実際にですね、僕自身もこの6年ほど前ぐらいもなるかなと思うんですけども、実際にバルセロナという街でですね、レベル2まで、まあ、この後ね、どういったレベル階級が向こうでもあるのか説明していきますけども、このレベル2っていうところまで、まあ、一応授業を受けてですね、取得をしました、取得をしたんですけども、やっぱりですね、まあ、ものすごいかったんですね。衝撃があったというか、当時は僕自身は19歳の時に、このね、ライセンスレベル1、2まで受講したんですけども、まあ、かなり衝撃を受けた部分もありましたということで、今回の内容ではですね、そんなまあスペインの指導者学校コーチングスクールの、まあ、ある意味実態といいますか、どういった形成がされているのか、そういったところを少しね、紹介できたらと思いますというところですね。はい。なので、まあ、もし皆さんの中でもですね、これからそれこそ、まあ、スペインにはちょっと限定になりますけども、留学をして、もしくは留学をした先でですね、そういった、まあ、指導者としての学びを、やっていく中で、こういったね、ライセンスを受講していくと、そういったことをですね、考えているような方がいましたらですね、まあ、かなり貴重な情報にはなるかなと思いますので、最後はね、ぜひ見ていただきたいなと思いますということですね。はい。ではですね、早速入っていきたいと思うんですけども、まずですね、少し基本的なと言いますか、一般的な情報から少し共有させてくださいということで、そもそもですね、じゃあどのぐらいの期間で向こうのコーチングスクールね、それこそ、元でも言いましたけども、しっかりとした学校に通いながらライセンスをね、受講していくんですが、どのぐらいの期間が設けられている中で、彼らはね、受講をしていっているのか、そういった期間の話を少ししますと。で、結論言うとですね、まあ、向こうはシーズンがですね、いわゆる日本でいうところの4月スタートのところが、向こうは9月からね、スタートしますので、いわゆるその学校自体も学校だったり、中学校だったり、高校だったりとか、もしくはそのクラブの活動だったりとかね、そういったアクティビティ自体もですね、通常は9月からスタートしますというところで、同じくこのコーチングスクールに関してもですね、その9月からスタートっていうのは同様です。で、9月にスタートして、このコーチングスクールはですね、翌年の6月、約6月ぐらいまでに、の約9ヶ月間ですね、この9ヶ月間が、このライセンス受講期間となりますということなんですね。はい。で、まあ、この期間においてですね、まあ、もう少し具体的な話をすると、基本的にはですね、平日の月曜日から金曜日ですね、平日の5日間の、9時スタートで、昼過ぎの14時ですね、2時までのこういった時間割が組まれる中で、毎日ね、授業が行われますということなんですね。ただ、ここのまあスケジューリングに関しては、それこそね、まあ、先ほど冒頭にも言いましたけども、そういった同じ州、ね、バルセロナだったらカタルーニャ州の中にもですね、一つだけ学校があるわけではなくて、複数校が存在しますので、そういったコーチングスクールを開催している開催校の、まあ、意向だったりとか、もしくは、そういった一連のスケジュールの中にはテスト期間だったりとかね、そういった特殊なスケジューリングが組まれる時期もありますので、まあ、そういったところによる、そういったスケジューリングのね、今9時、2時って話しましたけども、ビサっていうところは少しね、生じてはきますが、基本的にはですね、このスケジューリングですね、平日の毎日、平日、朝9時スタートで2時に終わると、そういったスケジューリングのもと、毎日ね、授業が行われますと。というところなんですね。はい。で、ここまでがね、まあ、期間の話をしました。まあ、これだけでもね、かなりやっぱり量をこなしてですね、ライセンス受講してるんだなっていうことがわかるかなと思うんですけども、次にですね、じゃあ実際にそれぐらいのね、9ヶ月間しっかりとみっちりとね、受講するのであれば、かなり費用かかるんじゃないとね、費用がかかってしまうんじゃないかみたいなね、そういったところかなりね、皆さんも、知りたい部分かなと思うんですけども、次にですね、実際にそのライセンス受講における費用について少し話していきますと。で、まあ、この後ね、また後にも紹介されるんですけども、
少し冒頭にも触れましたが、このスペインの指導者ライセンスというのは大きく分けて3つの段階に定義されてますと。で、まあ、ここでね、簡単に少し触れると、要するにレベル1、2、3っていうような表記のもとですね、3つの段階に分けられるんですけども、この受講する、皆さんがね、その受講していくレベル、もしくは申し込みをしていく受講レベルによってですね、まあ、若干ですけども、各レベルごとに費用が異なってくると、変動してくる部分があるところで、少しね、レベルごとに紹介したいなと思うんですけども、まずこのレベル1、一番まあ、ある意味下のレベルですね、レベル1を単体で皆さんが受講する場合の値段っていうところでいくと、1000ユーロですね。で、やっぱりね、この動画を撮影しているのがですね、2021年の3月18日現在の、まあ、レート価格というところで、見ますので、まあ、1000ユーロ、要するに日本円に換算したところでいくと、まあ、約13万500円ですね、日本円で。がレベル1単体の受講費用ですと。で、レベル2ですね。次にレベル2のじゃあ単体での受講費用というところでいくと、まあ、そこまで変わりはないんですけども、1075ユーロ。で、これもね、同じく日本円に換算をするとですね、14万300円ですね。これがレベル2単体の受講費用ですと。で、最後にレベル3ですね。一番マックスのレベルってところになるんで、あるんですけども、1200ユーロですね。で、これも日本円に換算するとですね、15万6600円というところで、まあ、そこまでのね、差はないんですけども、まあ、微差は少しね、このレベルによって生じてますということですね。これも参考程度に紹介しておきます。はい。で、次にですね、まあ、期間だったりとか、その1日の大体のスケジューリング、もしくはどういったレベルがあるのかだったりとか、それに応じての費用ってところ今まで、ね、説明してきましたけども、次にですね、じゃあそもそもね、このライセンスをね、まあ、ある意味誰でも受講はできるんですけども、その受講するための皆さんね、最低な必要条件というところがやはりあるというところで、そのあたりのね、この最低必要条件事項というところをいくつか分けてですね、紹介していきますと。で、一つ目がですね、まあ、先ほどからもね、話ありましたけども、レベル1、2、3あるんですが、このレベルごとに見たときに必要な事項っていうのが分かれてくるんですけども、その前に、こう、どのレベルにも共通して、必要な事項っていうところで、これフィジカルテストですね。フィジカルテストの受講が必要となりますと。というところですね。で、まあ、フィジカルテストといってもですね、そこまでそんな皆さんが思い描くような大層なものではないというところで、この後ね、少し内容を少し触れていきますけども、そういったまあフィジカルテストね、が、受けて、要するに、それをしっかりと通って合格をして証明書をもらわないと、どのレベルでも同じですけども、学校に通えないというところがまず一つ目としてあるんです。テストをね、行う目的、ね、もしくはまあ評価対象ですよね。大きく分けて二つあるんですけども、一つはやっぱりその基礎的な皆さんのフィジカルコンディションのチェックですよね。で、二つ目は基礎的フットボールスキルですね。実際にフットボールの中身の部分の、皆さんのスキルをチェックしていくと。この二つの目的っていうのが大きく分けてありますというところで、まあ、少し画面の方にですね、じゃあ、各その目的に応じてどういった項目がなされるのか、そういったところも少しね、ここ提示しますけども、まあ、参考程度に見ていただけたらなと思いますということですね。なので、先ほども少し言いましたけども、このフィジカルテストを、まあ、大体9月スタートですので、まあ、何回かね、実施時期があるんですけども、3ヶ月前、4ヶ月前に1回フィジカルテストを行って、しっかりとそこで合格をして、証明書をね、しっかりと受け取ることが、まず初めのこの最低必要条件となりますというところですね。なので、ここをね、やっぱり、まあ、なかなかね、落ちることの方が、珍しい部分ではあるんですけども、まあ、仮に落ちてしまうとですね、そもそもでライセンスを受講できない、ね、っていうところにつながってしまいますので、まあ、それこそね、なんだろうな、スペインに渡ってから短期間でね、例えば1年間置くとかじゃなくて、もう半年後とか短期間のうちにこのライセンスを受講したいみたいな方がいるのであれば、まあしっかりともう日本に滞在している間からですね、まあある程度ね、このフィジカルのしっかりと準備というか、少しランニングしたりとかね、そういったところで、備えていてもいいかもしれませんというところですよね。はい。で、その他にもですね、このフィジカルテストまず一つ目あるんですけども、その他にも先ほども少し言いましたが、レベルに応じてですね、各レベルに応じて受講のための必要条件というのがいくつかありますと。で、それがですね、例えばレベル1を受講するには、例えば中学校卒業を最低はしておかなければいけないとかね、もしくはレベル2を受講するためにはですね、そもそもレベル1をまずは、取得しないとそもそも受けられないとか、もしくはレベル3ってなるとやはりかなりね、マックスのレベルになってきますので、まあレベル2の取得済み、もちろんレベル1もそうですけどね、取得済み、もしくは高校をしっかりと卒業しているだったりとかね、もしくはレベル2をしっかりと取得した後から計算をして、最低でも6ヶ月の指導経歴っていうところが、必要となります。
ますと。で、これはね、少し僕も把握できてない部分ではあるんですけども、州によってはですね、そこの、どこのチームの6ヶ月もいいってわけではなくて、ある程度上のレベルのディビジョンとかもね、指定されたチームの中で、しっかりとレベル2を取得してから6ヶ月換算して、自分の中で指導経験がないと、レベル3に申し込みできないみたいなね、そういったところもあるというところで、注意ポイントとしてね、これらもあるということですよね。はい。で、次にですね、もう少し具体的なね、話に踏み入っていきたいなと思うんですけども、実際にこのライセンスを受講していく中で、どういったじゃあ行動のもとライセンス向こうは、受講されているのか、もしくはその1年間ね、9ヶ月って話ありましたけども、どういった流れでライセンスを受けていくのか、そういったところを少し話していきますと。で、まあ先ほどからね、もうすでにいっぱい、何度か言ってますけども、3つの段階ね、レベルは分けられて、レベル1、2、3とありますと。で、少しもう分かりやすくね、比較対象で話をすると、レベル1っていうのは、まあ日本の指導者ライセンスの B 級相当。で、レベル2が A 級相当ですね。で、3がまあ MAX の S 級相当っていうところが、まああくまでも基準として一般的に言われてるんですけども、ここもね、実際のところ、あんま比較にもならない部分も多分あるので、まああくまでも目安としてね、少し分かりやすく言っていきますというところですね。はい。はい。で、先ほどですね、その期間の話の時に、9月スタートの翌年の6月終わりって話あったと思うんですけども、ここの期間はですね、あくまでもレベル1と2の期間の話をしていましたということなんですね。要するに、レベル1と2って、ある意味、総合というか、このレベル1に合わせた総合期間って意味で、9月スタートで、6年の6月終わりっていうような、定義をね、話をね、していただいたんですけども、要するに、9月から12月末まではレベル1の受講期間なんですね。で、12月末ぐらいに、いわゆる日本でいうところの、期末テストみたいなのが行われるわけですよ。そこで、全科目のテストだったりとか、もしくは、その期末テストに至る前に、テストをね、行いながらっていうところもあるんですけども、どっちみちそういったテストがあるわけですよね。そういったテストにしっかりと受からないと、レベル2には、移行できないわけなんですよね。要するに、9月から12月末まで、まずはレベル1を受講して、そこで無事テストに受かったら、次のレベルに、行ける。で、仮にこのテストに落ちてしまうと、1月から2月の間っていうのが、この追試期間っていう期間が1ヶ月、約1ヶ月ですね、設けられてるわけで、わけなんですね。なので、落ちた人はそこに回ってもらって、追試期間っていうところで、追試テストですよね、を受けてもらうということなんですね。で、この追試でもですね、それこそもう合格が出なければ、事実上ね、レベル2の部分には受講はできないところになるんですけども、あくまでもその9月から6月のそういった流れの話でいくと、9月から12月末までがレベル1。で、1月から2月が追試期間。なので、この12月末に行われるね、期末テストに、全て合格している人からすれば、この1月、2月っていうのは、1月から2月のこの1ヶ月っていうのは、ある意味学校のスケジュールっていうのはオフですね。で、2月から6月までがレベル2の受講期間というところで、トータル9ヶ月間ということなんですね。はい。で、今ね、少し、テストの話をしましたけども、そのテスト以外にも、そういった、ライセンスの合格基準っていうのはもちろんあるわけで、それこそ授業態度一つにしてもそうですし、各授業の出席率だったりとか、もしくは各科目においてね、課題が毎回指定されますけども、そういった課題の提出率だったりとかね、もしくはプレゼンテーションなんかもね、各科目、要求されるんですけども、そういったプレゼンテーションの中身だったりとかね、そういったところもすべて、そういった合格基準というところに当たりますというところですね。これらの項目をすべて総合して、講師側から、学校側から評価が下されますと。いうところですよね。はい。ここまで大丈夫ですね。はい。で、はい。じゃあですね、今までいろいろ話してきましたけども、じゃあ実際で、ぶっちゃけこのライセンスを取得していくにあたって、どういったメリットは我々は得られるのか、そういったところを少しね、触れていきたいなと思うんですけども、まずレベル1と2を無事、受講して合格した、ね、自分でライセンスを取得した、人はですね、向こうでの活動の話になりますけども、育成年代の全てのカテゴリーの、指導が可能になるというところですよね。で、逆にですね、レベル3、マックスのレベルになってくると、かなりすごくてですね、やはりかなり価値あるライセンスというところで、以上の方に少し載せますけども、こういった学位を、勉強するため、大学で勉強するための直接な的な、アクセス権の取得が可能となりますと。レベル3をね、取得するというところで、かなりね、このレベル3っていうのは、やっぱりこのライセンス、レベルの中でも、めちゃくちゃ価値のあるライセンスではあるというところですよね。他にもその学位の話以外にもですね、このレベル3を皆さん獲得、取得するとですね、すべての育成年代のカテゴリーの指導ができるとか同じですし、それに加えてですね、もうそれこそも一部のチーム、バルサだったり、マドリだったりね、のチームの指導だったりとか、もしくは代表監督の指導も可能になるというところで、めちゃくちゃ価値あるね、ライセンスではあるのかなというところですよね。はい。
なので、まあ皆さんの中でもですね、これからまあスペインに渡って指導現場で指導してみたいと考えている方いましたらですね、まあ最低でもやっぱりレベル2までは、受講することっていうのを、まあお勧めするの、しますというところですね。まあ少し9ヶ月期間は長いんですけども、まあそれだけの価値はありますし、しっかりと知識を蓄えて、こういったライセンスも取得して、翌年現場に出るみたいなね、そういった流れっていうのがやはり一般的なのかなというところですよね。まあ実際僕自身もですね、レベル2をまあ6年前に取得して、取得した翌年にですね、早速マッチクラブでの指導っていうのは決まったんですけども、そこの決まるまでの背景というかプロセスとしてやっぱりそのクラブと面談をするわけですよ。でその面談をした時に、クラブの人間とね話をしている中で、自分からねそのレベル2まで一応まあ取得していますと思ってますって、彼らに伝えた時にですね、クラブ側のまあ顔つきといいますか表情っていうのがガラッとね変わったみたいなねことは今でも鮮明に覚えてますので、まあ、それぐらいね、現地で指導していくものにとってはですね、レベル2まで持っていくと、まあ、価値ある資格なのかなというところですよね。はい。はい。でですね、ここからがですね、まあ今までいろいろ、まあ大事な情報ってことで、話してきましたけども、それ以上にですね、ここからが、ここからね、話す内容っていうのが、スペイン指導者ライセンスを皆さん受講する、もしね、するのであれば、受講においてですね、最大のまあサプライズといいますか、僕自身も驚きであったってところで、少し話していくんですけども、結論言うとですね、この受講科目ですよね。科目の内容、もしくは科目数、そういったボリュームの部分ですよね。そこがね、かなり、当時僕も衝撃でした。こんなに学ぶのかと。しかもこんな科目もこういった指導者学校で学ぶのかと、今思えばね、やはり全て必要な科目として認識ができるんですけども、当時はですね、こんなものを一応まあフットボール指導者学校という名目ですから、そんなところでこういった科目も扱うのかといった衝撃はあったんですけども、まあ、そういったところでどういったじゃあ内容が向こうの授業では展開されているのか、そういったところを少し、ね、触れていきたいなと思うんですけども、まずですね、まあ様々な科目、この後見ていきます。存在するんですけども、それらの科目をですね、向こうの学校では大きく2つのブロックに分けて定義していますということなんですね。で1つ目が一般ブロックです。で、2つ目が得意ブロック、特別ブロック、まあ、そういった感じですね。この2つのブロックに分けて、それぞれ科目を分別していますということなんですね。で、例えばですね、一般ブロック、要するに、例えば科目の話でいくと、解剖、スポーツの解剖学的及び生理学だったりとかね、もしくは心理学だったりとか、教育学だったりとかね、まあ、これバーッと並べますけども、そういった要するにさ、まあ、フットボールに特化っていうよりかは少し外部的な部分といいますか、そういった要素、一般的な、まあ、スポーツとしての理論だったりとかね、そういったところの科目ってところが、この一般ブロックに振り分けられてますと。で、逆にじゃあ、この得意ブロックっていうのは、それこそ本当にもうフットボールの話ですよね。戦術の話だったりとか、テクニック理論の話だったりとか、メソッド、フィジカルね、そういった少しフットボールに特化した内容っていうところを、この二つ目のね、この得意ブロックに、分別されてますと。この以上、この二つのブロックに分けて、このね、向こうのライセンス、まあ、9ヶ月間通してですね、科目がありますよというところなんですね。はい。それに足してですね、それこそレベル3を受講するとなると、やはりレベル3の内容っていうのは、よりね、そのトップチーム向きの内容になってきますので、例えばその試合分析の科目だったりとかね、分析の科目だったりとか、もしくはそういったテクノロジーをどう扱っていくのか、そういった話だったりとかね、そういった科目も登場してきますというところで、よりね、本当にもうフットボールのその中でも特にトップの世界に標準を当てた授業が展開されてますということなんですね。ただですね、まあ、これだけ見ても、まあ、バーッとこう並べてますけども、21科目です。で、なんならですね、僕自身も、まあ、このね、少し動画を撮るときに、振り返ってみたんですよ。いろいろどんな科目あったかなと。じゃあ、で、まあ一応この割り出したのがこの以上21科目だったんですけども、なんならもっとあったような気もしますというぐらい、それぐらいボリュームがあるわけなんですよね。で、さらに今この、まあ、今はこのいわゆるこの理論の科目の話をしましたけども、この理論科目以外にもですね、それこそほぼほぼ毎週そういった学校に併設されているグラウンドがあるんですよね。本当に贅沢なんですけども、贅沢な環境ですが、しっかりと人工芝のグラウンドが併設されてますと。で、そこのグラウンドでいわゆるまあ指導実践ですよね。他の生徒が選手役をして自分が指導者をすると、それに対して指導実践をするとだったりとかですね、この科目別、先ほど、いろんな科目ありますけども、そういった科目別に、まあ、期末テスト以外にもですね、そういった定期的に行われるテストだったりとかね、もしくはそのプレゼンテーションもそうですし、まあ、学校内の活動以外のその外部活動としてでもですね、ここもかなり重要なんですけども、必ずどこかのチームに生徒は帯同をして、ね、自分で別にチーム持ってもいいですし、それはセカンドコーチでもいいですし、まあ立場は別に何でもいいんですけども、どこかのチームに帯同をして、要するにそのクラブからしっかりと、外部でのプラクティカですよね、活動もしっかりとしてますよっていう証明のサインをね、そういったまあ、なんだ、書類を学校からもらうんですけども、そこの書類に対してサインをもらって、毎月、まあ毎月末か、ちょっとタイミングは忘れましたけども、毎月学校に提出すると。
そういったこともかなり必須になりますというところで、それこそね、十分に、理論的な、そういった、さっきいろいろ科目ありましたけども、テストもめちゃくちゃいいですし、出席率もいいけども、今言った、この外部の活動、プラクティカの、例えばサインがなかったりとかね、しっかりとグラウンド、現場に立ててないとかね、そういったところが、判明してしまうとですね、合格ならないみたいなね、アウトになりますので、そこの、全部合わせて、しっかりとやっていく必要があるということなんですね。はい。なので、本当に、この科目数もそうですし、科目数以外のそういった活動っていうところも、かなりボリュームあるところで、9ヶ月間ね、それをある意味毎日、月曜日から金曜日、そして9時から14時までね、みっちりとやるわけですので、レベル1、2でだいたい30万円するかなと思うんですけども、払う価値はありますよね、というところなんですね。実際僕も言ってましたけど、ありました。実際やっぱここ通って、実際今の現場に繋がってる部分もいっぱいありますので、やはりそういった価値はありますし、指導者としてのそういった 体系化が図れるというか、そういったところにも繋がってるところで、めちゃくちゃ有意義な、環境なのかなというところですね。はい。でですね、以上でですね、今日はですね、一般的な、ある意味その一般情報というところを少しね、向こうのコーチングスクールの話というところをしましたけども、またですね、そういった細かい情報だったりとかね、いろいろ、もしくは、このコーチングスクールが、やはり向こうにあることによって、向こうの育成現場で生まれているメリットみたいなね、そういったところも、これからの動画だったりとかでも扱っていきたいなと思いますので、またね、ご覧いただけたらと思いますと。で、他にもですね、何かその、こういった指導者学校の話だったりとかね、現地でのそういった話、テーマに関して何か質問あればですね、概要欄の方にメールアドレスを貼っておきますので、そちらからね、お気軽に質問いただけたらなと、お問い合わせいただけたらなと思いますというところですね。はい、それではですね、今日はこのあたりにおきます。皆さん、ありがとうございました。